おはようございます。おはようございます。ちょっとアップはやめてください。Okay. もう上準備室空いてますか。はいはい、あ、じゃあ先にそっちに行こうかなと思います。はい、あ、おはようございます。ミノクです。白です。ちょっとさっすぐ準備だけしてから。はい、流れ説明したいので、最初このカッパを箱開けをちょっとやっててもらっていいですか。俺ちょっとこれを読ませたりしてます。これ踊る体操ありました。はい。子供たち。いくぐらいですか。それ来たら6階に誘導してスライド見せながらやって、その後に、着替えまで2階でやります。なので、希望者がいれば3人までは登れると。でもう1個は僕がかぶるんで、で登って向こうに色付けをする。それ以外はここで塗るっていう感じですね。な、あ、あとで中に、あ、子供たちに2枚ずつ渡します。あ、なんか手袋の絵が、そうですね、はい、ここだけ描きました。おはようございます。制服だ。おはようございます。はじめまして、僕宮崎健介と言います。皆さんミネスクールの、皆さんだと思うんですけど、ちなみに何年生か教えてもらっていいですか。5年生。全員5年生。はい、 OK、 いいですね。下の絵見ました。壁画見た。ああ、そう、もう僕いろんな場所で壁画を描いてるんですけど、まあ、今回なんであそこに壁画を描こうとしてるかっていうお話を少し最初にしてから、で次の年はウクライナ。ウクライナ聞いたことある？そう、そうだね、そのイメージだよね。エクアドル、ハイチ、パキスタンっていう国に去年行きました。プラスもう一個ありました。今年実はついこの間まで行ってきたのがベナンっていう国。ベナン、アフリカ。さっきみんなも知ってたウクライナっていう国で描いた絵の話を少しだけさせてください。そういう悲しい気持ちになってたら、今度 TNC さんがせっかくこの平和の気持ちで描いた壁画をね、福岡の街で蘇らせたいなと思ってくださったので、あ、僕もじゃあぜひそれをしたいなというふうに思って、今回その壁画を描きたいと。で、このカッパをみんな着て準備してからみんな降りていきましょうか。あ、止めようか。諦めるのしよう。はい、諦めるのしよう。なんか踏まないように気をつけて。あのね、上につくってより、まあいいだろう。靴のね、裏につくと。どうやってますか。靴だよ。これが絵だ。そう、これウクライナに描いてる。え、それテレビに絵で出てる。これあの三宅さんの YouTube。三宅さんの YouTube チェックして見て。はい、登録して。登録。なんかリアクションがね。カード奪っていいの？いいよ。この鼻の部分で多分ね、全員でやると混雑して書きにくいんで、2つにチーム分けようと思います。1から13の子たちが最初に書くので、じゃあ、後半の子たちちょっと見ててもらっていいですか。じゃあここ開けて、で最初に今みんなに黄色に渡したんですけど、真ん中だけは黄色にしたいのね。ここを黄色で塗ってもらってもいいですか。はい、じゃあ穴、見つけて黄色に塗ってください。じゃあ用意スタート、どうぞ。綺麗に塗ってください。マジだって、マジで
秋だよ。そうね、前半の子たちで濡れるかな。何色にした？オッケーかな。私緑が一番好き。オッケー。大子たちこちら、今塗ってるところ終わったら持ってきてください。青を選んだら青塗るんだけど、ここ青、ここ赤、ここピンクはなしにしてもらって、花は一応これここ全部で塗るって感じで、この線も消して大丈夫で、ここから出ないようにこの線に従ってこう描いていく感じで全部塗る。結構広いから頑張って一人一個塗れたらいいなって感じ。じゃあ色たくさんありますで、隣と色が違うようにしたいので、黄色も大丈夫。ここから一人ずつ色を選んで描きたい場所に描いてもらって大丈夫。じゃあこちらで選んでください。筆入れてください。はい。じゃあ絵の具持った人こっちに来てください。黄色に黄色大丈夫よ。ここでもいい。はい、もう自分のタイミングで行ってもらって大丈夫ですよ。うまいと思ったらうまいじゃないか。そうだね。なのになぜか緑って呼んでる人。何、青嫌な。緑と変えようか。いや、俺言ってる。どんなの使う？アクリル絵の具とか使ってる？いや、普通の絵の具使ってる。近くて言うと綺麗に描くってよりこう迫力を出す、ああ、そっかもうバーって思うよ。じゃあ知らねえよ。最後捨てるから。そんな人いなかった。穴開いてる？穴開いてる。あ、出てきた。はい、じゃあ次後半グループの形。全員が花かけるかどうかわかんないけど、この空いてるところの花に、使われてない色で塗ってもらいたいんですけど、先に色決めましょうか。そうだね、これ赤とかね、多分結構少なくて、ありがとう。できるだけ自分の花を目立たせるように。暖色が一番目立つんだ。あ、そう、寒色が多い場合はね。お花まだない。花がどうなった？いいね。じゃあ手袋こんぐらいにして別のことやってもらおうかな。あ、でもね、ちょっともうちょっとこの白いプツプツのところはなくしたいな。こんな感じね。うん。それやってるの？あ、すいません、ありがとうございます。それやってんすか？ありがとうございます。あ、そう、あのさっきの前半の子たちが終わったら一回出てください。後半帰るよ。後半帰れ。もこもこは何の？もこもこは一応花畑になるので、なるほど。ピンクを塗る場所、他には、あ、赤って、あ、持ってきた。 OK。 じゃあここピンクにしたいんだ。あ、そこやりたいよね。そこか、ここでもいいからね。ここ黄色、あ、ここはいいかも。 OK。 この色はそこか、塗りやすいとこ探そう。ピンクどこ？じゃあね、ピンク探すで、赤でお願いして、場所があるのはこっちだな。よし、場所を探そう。ここ行けるね。ここが赤がいいな。これも描いたしね。大丈夫だ。描いたの？先生、椅子やってます。椅子やってるよ。宮崎キングダムで調べてる。あ、すごい、やってんの、インスタ。すごいね、小学生で。そう、これもやる。もらってない。なんで1人で3枚持てんの？あ、今カード流れたよ。カード全部流れたよ。バレた、ほらほら。持ってない、もらって。1枚あげて、1枚あげて。もうないか。部屋にあるね。部屋にあるか。ごめんね。でもね、みんなには僕はね、今日プレゼント用意してるから。お菓子か。お菓子じゃねえな。そっか。オッケー、じゃあみんなで写真撮ろう。ここ真ん中で、2列で並ぶらしいんで、
はい、2列で座りますよね。1列目の子たちはしゃがみます。はい、じゃあ1列目は写真で写真で写真撮ろう。ヤンキー座りか。前の人座る、後ろ立つ、まあ、やろう。あの直座りしなくてもしゃがぶんでもいいから。あのお尻つかなくてもいいからね。お尻つかなくてもいいんで。ぜひ先生方もぜひ。でそっち多すぎるかも。バランスが同じ奥に来たら強い。ハッピーね、スーパー出たハッピーですね。いきます。スーパーハッピー。もう一枚いきます。はい、スーパーハッピー。え、イエイやった。はい、せーの、スーパーハッピー。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。あ、ほんと足が痛い。もう集まってますかね、みんなね。はい、はい、じゃあ今日は皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、やってみて。楽しかったです。楽しかった、ね、結構大変だったと思いますけど、正直あんな進むと思わなくて、あの今日から実は、ね、5日間子供たちと書くんだけど、ほぼやってくれたね。でもあのこれからもっともっと絵はね良くなっていくんで、で11月の18日にね、TNC 祭りっていうのがこのさっきの場所でやってるのね。でそこで、完成披露会をしますので、でその時に書いてくれた人たちみんなでまた記念写真するので、完成した壁画と。でもし時間あればお父さんお母さんと来てください、よかったら。そう、何でしょう。なんか完成したら祭りでなんかイカ焼きとか出るんですか。イカ焼きとかいっぱい多分出てると思う。はい、このために行こう。みんな行こう、みんな行こう。で、そう、しかもね、放送、生放送してもらうんですよね。そう、12時から生放送で完成の瞬間を TNC で放送される。じゃあ本当に出れるの。出れるかもしれない。ということで、ぜひ完成楽しみにしてください。で今日ね、あのみんなにすげえ頑張ってくれたから、プレゼントで僕のポストパカード、ポストカード、ポストカードを渡していくんで、ちょっとねみんなそれぞれ違うんで、はい、あのどれが当たってもごめんなさい。それぞれ違うんで、はい。黄色こい。めちゃくちゃみんなね明るくて、あの元気で一生懸命やってくれて、僕もめちゃくちゃ楽しかったです。またみんなと絵を描く機会があるといいなと思うので、なんかあの僕の活動をもしフォローしてくれたら、いろんなところで一緒に絵を描きましょうっていうのをやってるので、ぜひまたみんなとお会いできたら嬉しいです。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。素晴らしかったです。ありがとうございました。いやー、こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしたらもうこのままここで解散になりますか。はい、トイレ行きたいと思いますか。大丈夫みんな元気で、うん、めっちゃ良かったよ。なんだろう、ポジティブなオーラだったね。この鼻を仕上げてみようかな。下から見たくない。下から。まだまだいいの。